ちは、姫先生です。今日は第ボリューム4回目のギタボ講座をやっていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。ではでは、今回で4回目ということでね、一番最初のルバートの部分、そしてイントロ、A メロと課題曲のね、スタートアップを通して勉強してきました。もうね、新しくコードが出てくるみたいなこともないし、あとはリズムのパターンであったり、どういう風に曲を盛り上げていくかっていうところをね、つなぎ合わせていきますと、なんと一曲完成してしまいます。なのでもうね、折り返し点というか後半戦に行きたいなと思いますので、今日も皆様、ついてきてください。ということで、今回は B メロをやるわけなのですが、コラムの方にもね、載せさせていただいたデモのスタートアップをね、今一度ぜひぜひ聞いてきてほしいです。皆様、聞いていただけたかな？で、トンタントトタン、ドンタントトタン、ウンタン、ウンタタン、ウンタン、ウンタタンっていうリズムでね、こう構成している基本のこうリズムなんですが、B メロでね、少しリズムの変化がつきます。ここのリズムの変化をね、クリアしていくと、とても演奏的にもかっこよく進んでいけるし、歌いながらね、急にこう自分が違うリズムを弾くことによって、それに戸惑って歌が影響してしまうってなってしまうと、こうあんまり良くないので、まず B メロがどういうリズムになるかということをね、コラムの方ではずっと、そして動画の方ではこう、耳でね、音で、こう歌音で覚えていただけたら嬉しいです。で、さっき言った通り、A メロとかで使ってるのが、トンタントトタントンタントトタントンタントトタンというリズム。で、B メロが、B メロが、ドンタンドドンドンタン、ドンタンドドンドンタンっていうリズムで、後ろのドラムであったりリズム隊が、リズムを鳴らしております。これね、音楽的に用語で言うと、重くなるというふうによく言います。一旦、タン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 、1、2、3、4、2、2、3、4の数え方って、ちょっとこう軽やかで速いイメージがあると思うんですけども、このドン、タン、ドドンドンタン、1、2、3、4、2、2、3、4って、ちょっとこうね、感じられるこのビート感っていうのが変わるので、少し重くなりますと。で、このドン、タン、ドドンドンタンに合わせていくので、このリズムを自分の体でまず感じられることと、その、まあ、今まで使っていたリズムとの変化感というのをね、覚えてほしいので、ぜひぜひデモを聴いてくださいというふうに言いました。それに伴って、ちょっとね、ギター、今日もアコギ編とエレキでこう弾き方を分けていこうと思うんですが、弾き方が変わります。なので、ドン、タン、ドドン、ドン、タン、ドン、タン、ドドン、ドン、タン。ここはね、歌でやっていきますと、憧れた未来。現実で叶えてくというリズムになってきます。これはね、今ちょっと軽くそのドンタンっぽく聞こえるようにちょっとストロークでちょっとブラッシングをしたんですけども、このリズムがまず一つで、 B メロは二つのリズムで構成されます。これが B メロの一行目っていう感じで、君の魅力全部音にしちゃいたい。後半戦はいつも今までやってたドンタン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 ドドタンドンタンドドタンに戻ります。なので、君の魅力全部音にしちゃいたい、戻ってきます。なので、この2つの変換を覚えて、早速ギターと音で弾き語り編にレッツラゴー。